ね、では、簡単に篠原さんからコメントをいただきたいと思います。今、稲葉さんの発表を、伺ってて、なんと言えばいいか、非常になんか困惑しています。でも、文化の翻訳というか、こういう、時間のとか歴史の中で、概念とかそれから表現とかがさまざまな形で誤訳されるというか誤読されるような形で、やり取りがされてそれぞれのところでまた生成されてまた違うような形にそれがなっていく、その辺の、非常に流動的でもあるけど、ある意味で言うとポジティブに考えればそれぞれがそれぞれやりたいように勝手に生成していくというそのなんか自己正当化みたいな感じですけど、自分が正しいっていうのはそういうことなんだろうと思いますけど、でもそれぞれのところでそれぞれが頑張ってやっていく、ことがまたさらに時代が進んでいくとまたそれがお互いのところのキャッチボールのような形で戻っていくと、その辺のことが非常に稲葉さんこの発表で聞いてて面白いなというのと同時にそういうことがまだ完了したんじゃなくて現在の進行形で続いてるでこの先も続いていくだろうというのが感じを受けました。だから、今回シンポジウムで概念の再構成ということですけども再構成なのか再構成で、エンドレスでこの終わりがなくてなおかつその未完成というか、生成している途中のものをもう相手にこう投げ返して逆に今度相手から来る答えを受け取ってまた再生成して やり取りしていく、そういうようなダイナミックな、関係が、今の中にあるので、僕なんかちょっと、ペシミスト的にちょっと考えて、日本の中におけるアジアのなとかとか、あんまりそういう、小さなところで考えてると、いろいろな、出口が、見つからないような気持ちもしたりするんですけれども、でも今日のこういう稲葉さんの発表を聞いてると、そういうのは大体あまり、その時その時代でテーマがあったりあるかもしれないけど、次の時代になればまた。変わっていくかもしれないし、そういう意味でもう少しオープンな形で、こういう文化創造というか、美術生成というか、そういうのを考えて、いけばいいのかなというふうに思いました。はい、いいでしょうか。というので、でも非常になんか、刺激的な発表で、やっぱり時代、僕らが通常考えてた、印象はこんな感じだったなとか、あの時の話はこんな感じだったなっていう、すでに教科書で知ってるようなことが、いろいろ覆されていく点は非常に面白かったなと思って、美術作品の生、僕が作っていく側ですけど、そういう作る側においても、無意識にこういう冒険というか、やり取りをやっていってるんだなということが、自覚されて今回、これからも僕なんかもそういうことを考えながらやっていきたいなと思っています。はい、ありがとうございました。それでは休憩の後にスカッシュに入りたいと思います。少しだけ時間を変更しまして、十数分休みたいと思いますので、16時15分からスタートしたいと思います。ちょっと準備に